ついにキララの頂点にボッチザロック。 ということでね、今回はボッチャロックについて話していきたいと思います。先日、ボッチャロックは第6話が放送されたんですけれども、こちらもね、第5話に引き続き10万ツイート超えとね、ものすごい盛り上がりを見せておりました。で、この6話についてはまた後で触れていきます。まず話したいのは、ボッチャロックの最近の勢いのヤバさについてでございます。まあ、先週もね、国内外問はずボッチャロックの人気がすごい伸びている件について話したんですけれども、まあ、さらにね、ボッチャロックはその勢いをその、とどめることはなくね、さらに伸ばしているっていうことでございまして、まあ、ここ最近 の公式ツイッターのフォロワーの伸びがですね、ボッツァロックなんと、まあ、チェーンソーマンとか、ね、スパイファミリーとか水、えー、星の魔女とかそこら辺の今期のハケクラスと言われるねブリーチとかそこら辺も含めて、まあ、全部の中で1位なんですよねっていう、まあ、最近だと著しく伸びているっていうことでございまして、なおかつ原作漫画もめちゃくちゃ売れていて円盤もまだ予約値の弾劾なんですけれども今期トップクラスなんですよね。いやもうこれ派遣じゃないかっていうレベルなんですけれどもね。なおかつボッツァロックは国内での人気だけじゃなくて海外での評価もすごく。 なっているところでございまして基本的にキララアニメって海外でそこまで受けは良くないんですよねまあ、そんな中でもボッチザロックがぐいぐい伸びているところで,でなんとボッチザロックは6話終了後にですねまあ、海外最大手のアニメサイトである ML のスコアがですね歴代キララアニメの中で1位になりました今までユるキャンの2期っていうのが最もねスコアが高かったんですけれども、まあ、それをねついにボッチザロックが超えてきたっていうことでねどういうこっちゃっていう伸びを見せているんですよね、まあ、という具合にボッチザロックの勢いがマジでヤバいですでボッ ショックの何がそこまで面白いのかって考えた時にまあいろいろあると思うんですけれどもやっぱ一番最初に来るのはボッチちゃんですよねこのボッチちゃんの飛び具合っていうのがちょっと上記を意識しているところがありましてまあ、それをねそのアニメーションとして多岐にわたる表現で描いているっていうねいやこれが本当に見事にねアニメーションとして見ていて面白いんですよねでなおかつこのそんな笑いっていうギャグもすごい面白いんですけれども熱いところはしっかり熱く来るっていうねいやそれが第5話のね演奏シーンですごいあったんですよねいやこんなバカみたいなアニメでこんなに熱くな なれるんだっていうねこのの勢いの緩急ですよね、うん、こんなにバカなことやった後に、こんだけ熱くして、なおかつその後すぐに落としてくるっていうね、ここら辺がまさにロックなところがありまして、さらに作画のこだわりはすごいわでね、まあストーリー、キャラクター、アニメーション、どれをとっても一級品に仕上がっておりました。で、一番すごいなって思ったところが、制、まあ、作陣の原作理解度の高さだと思ったんですよね。今回原作を読んだんですよね。で、原作を読んですごいびっくりしたことが、アニメってめちゃくちゃアニオリ多いんですよ。 ねベースががここのののキキラララ漫漫画画とといいララいううでっってては4コマがいくつかあってそれれでで話が形成されているんですよね、まあ、そういう4コマ漫画ってどうしても情報量が少なくなっているんですけれどもそれをどうやってアニメーションとして起こしていくかっていうところでベースはねその原作漫画とストーリー同じなんですけれどもそれを構成しているいろんな要素情報量っていうのがアニメめちゃくちゃ多くなっているんですよねでもそれが全部ずれたことにはなっていなくて描かれているアニメオリジナルのことっていうのは全部原作のライン上にあることになっているんですよねすごいこれがアニメとして理想形 だなというか原作あるいのアニメ化としてこれだけねしっかりと原作で描ききれなかったことっていうのはアニメとして膨らませてしかも全てが完全にねうまくね面白く成立しているっていうのが理想的なアニメ化だなと思いましたしかもすごい遊びが効いているっていうねこれはもう本当アニメ制作人が原作者並みに原作者やってるっていうね で、今回の第6話もめちゃくちゃ面白かったですね。まあ今回も原作1話分ぐらいでアニメのセリフ半分ぐらいがオリジナルだったんですけれども、まあね、今回もめちゃくちゃ面白くて、まあ、第6話っていうのは、ぼっち,ちゃんがライブチケット5枚どうやってさばこうかってね、悩んでいる時に、飲んだくれバンドマンのキクリさんっていう人と出会って一緒に路上ライブをすることになるっていう回だったんですけれども、まあ、このキクリさんがなかなかに飲んだくれとしてやばすぎてですね、まあそれを見たぼっち,ちゃんがね、もう将来一人になって酒に溺れた生活をしてしまったらどうな なってしまうんだろうっていうのを妄想してね発狂するシーンがめちゃくちゃ面白かったんですよねでそんなキクリさんなんですけれどもそのすごい結構大切なことも言ってくれるんですよねでそれを通してボッチちゃんっていうのはまた一歩ね成長していくっていうところが描かれていったんですけれどもねほんとホちゃんのライブがどうなるのかってどんどん期待値が上がっていますということで今回ねボッチロックがついにねキラランの頂点に立った件についてと第6話についての感想でございました皆さんどうもぜひともコメント欄でお願いしますそれじゃあまた